はい、スートラチャンネルです。今日は、銚子の名店大塚に来てます。ここはワンタン麺が有名なお店になります。それでは入っていきたいと思います。セットワンタン麺、ワンタン麺と半カレーってやつ。ワンタン麺半カレー、何が違うんだろうこれ。何か、ワンタンはワンタンだけだよ。麺が、そういうことね。これはワンタンだけなのか。そうそう、でこれはワンタン麺ね。そう、ラーメンと半カレーとシューマイか。どれがいい？これじゃない？これ2つ、Cセットだ。じゃあ Cセット頼みたいと思います。本当だ、麺がね。はい、これが大塚のワンタン麺になります。で、Cセットなのでカレーがついてますね。すごい。で、僕が D セットなので、これラーメンに、半カレーシュウマイですね。シュウマイマジでかい。いただきます。なんか本当だ、麺がすごい。麺がなんか変わってるんだよね。すごい、麺が変わってる。つゆ先。うま。さっぱりしてる。うま。いただきます。うま。うま。ワンタンでかい。ワンタンめっちゃでかい、見て。すごい。すごいね。うわ、肉がたっぷり詰まってるよ。すいません。チャーシューワンタン麺。チャーシューワンタン麺。チーズ入れながら。うん。熱い。うん、熱い。カレーもうまそうだな。うん、美味しそう。すごい美味しそう。いただきます。シューマイやばいな。すごい大きいね。
少し変わってんね。うん、変わってる。しながらの味って感じ、さっぱりしてるね。カレーもいいね。カレーもいけない。めっちゃうめ。カレーも美味しいです。これがメンマかな。うん。7キロ入ってて、本当に昔の昔ながらのラーメンって感じですね。うまっ。はい、どうもありがとうございました。